ヘリット・リート・フェルト・アカデミーは、オランダの著名な美術大学である。高等職業教育機関に分類され、所在地は、オランダのアムステルダム。全学生の45%以上が、国外出身者で占められ、その出身国は60を超える。ほとんどの授業は、英語で行われている。高度にコンセプチュアルかつ実験的な教育アプローチが取られており、 探求心旺盛な学生の創造性を伸ばすことが目標とされている。ヘリット・リート・フェルト・アカデミーは1924年に3つの学校が統合して誕生した。当初の名前は応用美術研究所であった。1939年から1960年にかけて同校はデステールとバウハウスの機能主義的、社会批判的な思想の強い影響下にあった。 この時期に社会主義者の建築家マルトスタムが教育部門長を務めていたからである。1960年代以降、特に1970年代より自律的な視覚芸術と個性表現の重要性が増してきた。この傾向は実践を重んじる態度と批判的な思考という特徴と合わせて同行のイメージを今でも形作っている。1967年に 同校は現在の校舎に移転した。この校舎は建築家、家具デザイナーのヘリットリー・トフェルトによってデザインされたものである。1968年、同校はオランダの高等職業教育システムの一部となり、美術大学としての地位を得た。その際、校舎をデザインしたヘリットリー・トフェルトにあやかって、学校名をヘリットリートフェルトアカデミーへと変更した。 ありがとうございます。